皆さん、こんにちは。キレイです。本日もニュージーランドクライスチャーチラスリーゴルフクラブよりお送りいたします。さて、今回の動画ですが、ドライバーについて行っていきます。アマチュアゴルファーの多くの方はアイアンや UT ってフェアウェイウッドはそこそこ打てるようになったにもかかわらず、なぜかドライバーだけが全くうまくいかない、そのような方多く見受けられます。ドライバーを正しく打っていくためにはいくつかの必ず抑えていかなくてはいけない要素があるんですが、レッスンに通ったり、あるいはスイングを研究しない限り、何が自分にとって必要なことなのか、できていないのか、それを理解しながら練習している方、ほとんどいませんね。その結果、球筋だけを参考にしながら、手をこねたり、体を動かしたり、いろんな悪い動作を組み合わせることによって、練習場ではなんとなくそれなりにボールが打てるようになってきます。もちろんそのようなスイングでは再現性に乏しいので、ラウンドに行ったらなかなか練習場のようにはうまくいかずにボールが曲げてしまったり、ひどいミスをしてしまう、そのようなことになっていきます。今回の動画ではドライバーショットの動きを細分化することによって、自分にとって何が不足しているのか、どのような動作ができていないからドライバー打てないのか、それを判別する方法を紹介していきます。では早速やっていきましょう。今回の判別方法は全部で4ステップ、4つに細分化して行っていきます。ステップ1から順番にステップ4までこなしていくことによって、ドライバーショットに必要な技術、それを学んでいきましょう。ティーアップの高さはステップ1からステップ4までそれぞれクラウン部分からわずかにボールが出る程度、そのようにしてください。あまりもティーアップが高すぎたり低かったりすると正しく判別することができません。ではまずステップ1です。ドライバーショットがうまく打てない方は、まずこのステップ1でつまずく方がほとんどです。ボールに対して構えていきます。この時にボールの位置はだいたい左足のつま先前ぐらいでいいです。スタンスの幅は広げずに狭いまま、できれば両足のかかとがぴったりつくように構えていきます。この状態でかなり窮屈に感じる方であれば、わずかに靴1足分程度開くようにしていきましょう。この状態で腕が地面と水平になる高さ、インパクト、サイド、腕が水平になる高さ、このようなハーフショットでスイングを行っていきます。ボールに対して構えるときにはグリップは指3本から4本程度短く握っていきましょう。ボールとの距離感は通常のドライバーショットと同じぐらいですね。かなり離れて構えてください。今ご覧いただいたように、正しくスイングを行うことができれば、球はライナー系の少しフック回転の球筋になります。このステップ1でわかることは、体を正しく軸に沿って回転させることができているか、それともう1点は、ボールに対して、もしくは体の正面に対して、正しくフェースのローテーション、もしくはアームローテーションができているか。ドライバーショットが苦手な方は、特にこのアームローテーションの動作が苦手です。フェースが開きっぱなしになってしまう。もしくは体の正面から手元が離れてしまって、フェースが大きく開いてしまいます。手元がひどく先行してしまったり、正しくアームローテーションができない。もしくは体の軸回転が正しく行われないと、球筋はこのように右方向に大きく曲がっていくスライスボールになります。では続いてステップ2です。ステップ2では、先ほどの狭いスタンスから通常のドライバーショットと同じだけスタンスの幅を広げて打っていきます。ただし、スイングのスピード、バックスイングの大きさは先ほどのステップ1と同じです。ハーフショットのスイングでボールを打っていきましょう。先ほどと同じでグリップは短く握っていきます。ハーフショットの振り幅で6割程度のスイングスピードで行っていきます。
このステップ2で正しく打つことができれば、ボールは今ご覧いただいたような低めのフックボール、もしくはストレート系の弾道で飛んでいきます。ステップ2では、先ほどと同じスタンスを閉じた軸回転の動きが、スタンスを広げたとしても、このような横方向のスウェーとスライドの動作を伴うことなく、軸に沿って回転が行われているのか、切り返しからのバンプの動作で体が突っ込みすぎていないのか、軸の安定ということができているかどうか、それを判別することができます。極端な引っ掛け、あるいは高いスライスが出ている場合には、多くの場合で切り返して体が突っ込むような動作がありますので、動画を撮るなどしてしっかり体が軸に沿って回転できているかどうか確認するようにしていきましょう。では続いてステップ3です。ステップ3では先ほどのステップ2と同じ動作を行っていきますが、バックスイングの大きさだけ通常のバックスイングと同じようにしっかり体をねじって高いトップで行っていきます。このまま先ほどのスイングのスピードと同じ程度、6割程度のスイングでしっかりフィニッシュまで振り抜いていきましょう。通常のドライバーショットと同じで、ただスイングのスピードが変わるだけですね。このステップ3で分かることは、クラブと腕がしっかり体と同調してスイングが行えているのか、先ほどまでのハーフショットの動作ではあまり顕著に現れなかったこの腕の単独動作の動き、これが顕著に現れます。クラブを上に上げようとして極端にインサイドに引いてしまったり、あるいは体の回転を伴わずにクラブを上に上げているだけ、このような動作ではインパクトで再度体の正面にクラブを戻していく作業、これがややこしくなりますので、スイングの再現性に乏しくなります。もう一点は、クラブを上に上げたことによって切り返しではしっかり体の回転を伴わなくてはいけません。先ほどのハーフショットまでの動きでは腕だけで振ることができましたが、フルショットの動作では体の正面からクラブが外れていく動きがありますので、しっかり腕を引きながら体の回転によって再度体の中心にクラブを引きつけていく、このような動作が求められます。では最後ステップ4です。ステップ4では先ほどのステップ3の動き、これに加えてしっかりスピードを出してクラブを加速させながらボールを打っていきましょう。ステップ3まで正しく打つことができれば、あとはクラブのスピードを上げていくだけでドライバーのフルショットの動きになります。もしステップ3では正しく打てたにもかかわらず、ステップ4でクラブを加速させてボールを飛ばしていこうとなった時に、何球かボールを打ってボールが左右に散ってしまったり、あるいはインパクトのミート率に大きな差が出ている方は2つのことが考えられます。まず1点目は非常に簡単ですね。自分の持っているヘッドスピードよりも無理をした状態で振りすぎてしまっている状態、これではなかなかインパクトが安定するとは言えません。そしてもう一点、アマチュアゴルファーの方が特にドライバーで陥りやすいヘッドの加速の方法ですね。クラブヘッドの加速はこのように切り返しから一気に加速していくのではなく、
徐々に徐々にクラブを加速させてボール、そしてフォローにかけて最大のスピードを迎えていく、このようなクラブの振り方が望ましいです。切り返しからの急な加速の動きはヘッドの遠心力が急激に増すことによって体がそれに逆らうように伸び上がってしまったり、あるいはシャフトの挙動が不安定になってしまう、そのようなことが起きます。練習方法としては切り返しからボールに対して一気に下ろすのではなく、少しずつゆっくり下ろしてきてハーフウェイダウン、この辺りに来た時にクラブを加速させていくようなイメージで繰り返し繰り返し行っていくと、切り返しで腕を使いすぎてしまう、そのような動作がなくなっていきます。構えてトップ、体を使いながらゆっくりクラブを下ろしていってインパクトにかけて体を一気にターンして、それとともにヘッドを加速させていく、このような練習を繰り返していきましょう。実際ラウンド中、本番で行うときにはこのように少しゆったりクラブを加速させていくような素振りを行いながら、そのイメージを保ちながら実際にショットに臨んでいくと切り返しからの動きが安定していきます。それでは今回の動画は以上になります。ご質問、ご不明な点はコメント欄までお願いします。それではどうもありがとうございました。